こんにちは、お肉です。今日は TWICE や 2PM など人気アイドルが所属する JYP から2019年2月12日にデジタルシングル It's Different でデビューした5人組グループ ITZY のメンバーを紹介したいと思います。 ITZY のデビュー曲はダラダラで、デビューして9日後の2月21日にはもう1位を取るなど本当に実力派で大人気のグループです。で、今日はそんな中でも猫のようにキリッとして可愛いメンバーのゲジを紹介したいと思います。まだ ITZY やメンバーについて知らない方もいらっしゃると思いますので、今回の動画ではゲジの練習生の様子から私服や性格など、この動画を見終わった後にゲジがもっと好きになってもらえる、そして ITZY ももっと好きになれるような動画を作ってみたのでご覧ください。そしてこちらのお肉韓国では K-POP についてのチャンネルをしていますので、よかったら他の動画も見てください。まずゲジの基本的なプロフィールから紹介したいと思います。ゲジは本名がファン・イエジといって、ニックネームはゲジモン、ゲジガイッチなどのニックネームがあります。誕生日は2000年5月26日ということで、とにかく若いんですけど、なんと ITZY の中では最年長メンバーでリーダーも務めています。ポジションはリーダーですが、ダンスコンテストなどの受賞歴もあって、ダンスの実力も高く、リードボーカルやサブラッパーなど何でもこなせる本当に万能なメンバーです。ゲジは JYP に2016年1月に入社したんですけど、ゆじはオーディションでは TWICE の上ハゲを歌ったそうです。事務所からダイエットを勧められて7キロ落としたり、本当に努力家なメンバーだと思います。で、ゆじはリーダーなんですけど、ここですごいびっくりすることがあって、 JYP はリーダーを年齢で決めるわけじゃないんです。例えば TWICE だったら最年長はナヨンなんですけど、リーダーはジヒョがしていたり、 GOT7 では最年長はマークなんですけど、リーダーはジェボムなので、最年長のゆじがリーダーをするのは JYP にとっては少し珍しいパターンなのかなっていうふうに思います。でもただ最年長っていうだけでなったわけではなくて、ゆじは練習生時代から事務所でもひときわみんなを求めるリーダーシップがあったため、リーダーになったって言われてます。そしてゆじはデビュー前にも番組出演をしていました。 2PM のジュノに推薦されたことがきっかけで一躍注目を集めたんですけど、デビュー前から実はいろんな人から認められていて、新幹線に出ていたワンダーガールズのソヒにも似ているということで話題にもなったりして、練習生の時からすでに注目されていた存在です。で、ステージの上では結構クールな感じのイメージなんですけど、とても可愛いエピソードがあって、デビュー前に毎月会社で行われる月末評価というものがあったんですけど、その前日にトッポギを食べるといい評価が出たから、今でもよく食べるっていう可愛いエピソードなんかもあったりします。で、ゲジは結構メンバーといるとみんなをしっかりまとめつつも可愛い面があったり、本当になんか猫みたいで愛くるしいイメージのメンバーです。で、性格もみんなから愛されていて、年下のメンバーからいじられたりしてちょっと拗ねたりしちゃうゲジがすごい可愛いです。普段のステージとのギャップにすごいキュンキュンしちゃうなっていう風に感じます。で、ゲジは身長が168センチで、鍛えた抜群のスタイルを持ってるんですけど、こっからはそんなゲジの私服を見ていきたいと思います。こんな感じなんですけど、ゲジの私服は結構スタイルを生かしたシンプルでクールな感じの私服が多いように思います。で、スタイルが本当にいいので、結構雰囲気があってとってもおしゃれな感じがします。で、ゲジの私服を見ていて、メンバーは結構ヴィトンの小物を身につけてることが多いと思うんですけど、実はヴィトンのファッションショーへ招待されたことがあって、その時にメンバーのイニシャルが入ったバッグをプレゼントされたってことで、世界的なブランドのイベントに結構新人が呼ばれるってことは珍しくて、さすが注目を浴びてる ITZY だなっていうふうに思いました。で、ハイブランドにも負けずめちゃくちゃ似合ってるゲジは素敵だなっていうふうに思います。で、ゲジはデビュー前と本当に印象がガラッと変わったメンバーなんですけど、もともとは眉毛がストレートな感じで、結構純粋で可愛らしいイメージがありました。で、デビューしてから眉毛を結構クッて上げてキリッとしたイメージにしたと思うんですけど、スタイリング次第で全くイメージがガラッと変わる素敵なメンバーだなっていうふうに思いました。こんな感じで今回は ITZY のゲジの紹介をしてみましたが、いかがだったでしょうか。 ITZY は曲を知ってる方も結構多いと思うんですけど、なんかノリノリで一度聴いたら忘れられないようなメロディーで、
自分自身を決して否定しない前向きになれるような曲が多くて、女の子からの支持もすごい高いなっていう風に感じます。で、新曲のワナビーも、誰が何と言おうと私は私っていう歌詞があるように、芯のある女の子の歌詞が多くて共感できる素敵な曲ばかりなので、ぜひ聴いてみてください。これからも私自身大好きなイッチーについての動画をアップしていきます。皆さんとイッチーについていろんなお話がしたいと思ってるので、よかったらコメントしてください。それでは。